はい、ともチャンネルです、今秘密基地で、ちょっとした作業をねやってるんですけども、こうやってね見てみると秘密基地ってのすごい狭いスペースで、私のね手の届く範囲でいろんなものを置いて、手を届け伸ばせば、欲しいものが手が届く、そんな環境にしてますので、狭いながらも、作業的にはねすごいやりやすい空間にはなっております。ただ物理的にね今持ってきているこの M1 MacBook Air13インチで、作業をしているとやっぱり狭いんですよね。で、私普段いつもこの MacBook Air を持っているのと同時に、横にね iPad mini 6、これ必ずいつも持っているんですけども、この2つを使って、大体普段はねミラーリングをしてサブディスプレイとして、活用してるわけなんですよ。で、今回はねそのサブディスプレイについて、簡単にセットアップできるのでね、今回はそのセットアップの仕方と、私が普段ブレンダーを使って、ブレンダーでこのサブディスプレイをメインにしたら、ペンを使ってブレンダー使えるんじゃないかなということを、ちょっと思いついたのでちょっとやってみようかなと思います。はい、まずですねこのディスプレイとしてサブディスプレイとしてセットする方法なんですけども、これはものすごい簡単です。今こっちにね、ちゃんと電源が入った iPad mini をとりあえず置いておきます。これは別にね、こんな感じでスリープ状態にしていても全く問題ないんですけど、ここから MacBook Air のシステム設定を立ち上げます。で、左側にあるディスプレイ、その中にもうねセットはしてあるんですけど、ここ内蔵ディスプレイの右側にこんな感じでねプラスとチェックボタンがあるんですけど、この中にもうミラーリング、そして iPad の6って名前書いてあるんで、これをねポチッとやってあげるだけで、はい、もうミラーリング完成で完了です。これだけでもうミラーリングできてしまうんですね。で、普段の使い方として私の場合は、こう MacBook Air を、今こんな感じでね置いてるんですけど、 MacBook Air と右側に iPad mini を置いてはいないんですよ。っていうのはこの iPad mini は こんな感じで置いています。こんな位置関係で置いております。はい。で、この位置関係から、モニターのセットアップも配置もこうではなくこうしています。はい、そうすることによって今の配置のままディスプレイの行き来も上下でできるようになっています。今 MacBook Air の方にカーソルがあるんですけども、これを下の方に持っていくと、はい、iPad mini の方にもこうカーソルがね、出てくるようになってるんですね。上下の行き来で、こんな感じでやっています。で、下に持ってきた理由ってのは、はい、ペンシルですね。ペンシルを使って、要するにできるわけなんですよ。はい、で、ブレンダーを今立ち上げました。で、今ペンで立ち上げたんですけども、とりあえず、マウスでもできます。だからマウスで普通に作業してもいいんですけど、これだったらただ画面が小さくなっただけで、何も面白くないですよね。そこで、このブレンダー、ペンを使うことってあるんですけど、グリースペンシルっていう機能があるんですね。それだとね、このブレンダー、ここにお絵描きすることができます。なのでちょっと設定だけ、グリースペンシルに、ブランクというものがあるんです。これをセットしてあげて、で、そうすると今度ねここの中にドローモードっていうのがあるので、これをセットしてあげます。で、あとは
まあいろいろと設定はあるんですけど、まあとりあえず簡単な設定だけしてしまいましょう。これ映ってるかな、ちゃんと映ってるかな、それが問題だね。とりあえず色が分かりやすいようにね、グリーンにすればいいかな。あと背景をちょっと白っぽくしとけば分かりやすいかな。そうすると、キューブの方が色がちょっと真っ白で分かりづらいので、キューブの方は軽く色をつけておきます。そして、もう一回ね、このドローモードに入って、はい、ここからですね。はい、ここから行きましょうか。はい、ペンシルを持ってビューっと、あれ？ペンシルモードに入って、これか。半径ビューっと。色描かれてるな。色が薄かったのか。色が薄いのこれかな。違うな。うん、こうしたら見えた。色が悪いのかなこれね。まあ赤でいいか。まあとりあえずこんな感じで。ビヨーっと、はい、線が引けます。これ今までマウスでやってたので、マウスでやるとね、今太さが違うね。まあどっちみちね、マウスでやるとねすごい書きづらいんですよ。だけどペンシルでやるとこんな感じでね、絵がね軽く描けるんですよね。なのでね、これはなかなか面白いなと思いまして。で、まあ細かい今回のね、動作に関しては別にやらないんですけど、これで絵が描けるとまた面白いことがあって、この 3D 空間に絵を描くってことなんですよ。だからこれ自体でオブジェクトをこの空間に手でね、絵を描くことができる。なんか言ってることがよくわかんないんですけど、まあそういう楽しみ方ができるということですね。はい、今回本当にね、 MacBook Air のサブディスプレイとしてね、いつも使っていたこの機能なんですけど、まあブレンダーでね、さらにこのペンシルを使ってこういった楽しみがあるんだなっていうのはね、まあ、ちょっとおまけ的なものなんですけど、まあ、とりあえず MacBook Air 小さい画面なので、これをねどうやって効率よく使おうかなと思った時には、このサブディスプレイっていう機能を使って、まあ、画面をね増やして効率を上げていくといいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。始まり。